ボートレース若松の開設72周年記念 G1 全日本覇者決定戦は2日 12R で優勝戦が行われ地元福岡支部の西山隆弘37が逃げ切って1着若松周年初制覇を達成した2着に森高一心3着は前田翔太が入り3連単143は2070円7番人気 だったなお6日間の売り上げは99億1211万9500円で目標の90億円を大きく上回ったゴール直前で手を挙げてファンの声援に応えさらにはバックストレッチのガッツポーズで喜びを表現した西山はレース直後のインタビューでやっと解放されました引退しますといきなり周囲を笑わせ1周1マークは大失敗しましたけど やらかしたかと思いましたけどと自虐気味に振り返りつつ、スタートは若松なんで、トップスタートは僕だと思いましたとコンマ13の仕掛けに納得顔だった。達也が味方してくれましたねと2022年11月、レース中の事故でこの世を去った中田達也さん、去年29、に感謝の言葉を送った一方で、人が集中してたら森高和馬というやつが邪魔ばっかりして、 集中できませんでしたと、角4コースから刺して追い上げたポンコツ界の先輩に毒舌を浴びせるなど、西山節、全開だった。この優勝で年間獲得賞金が7400万円を超え、SG グランプリ12月17から22日、墨の絵、出場に大きく前進した西山は、最後に来年、若松が2個ありますし、 来年3月25から30日のクラシックと8月26から31日のメモリアル。これが終わりじゃないんで、また中田達也の魂と共に頑張りますと力強く締めくくった。西山高弘、西山高弘、1987年、明62、5月15日生まれ、福岡県出身の37歳。 福岡支部の97期生として2005年11月18日、若松でデビュー。SG では20年12月のグランプリ、平和島、など4回の優勝戦進出がある。今回が通算50回目の優勝。8月20日の若松以来、若松では10回目、G1 は3月31日の唐津ダイヤモンドカップ以来4回目。同期に土屋智則、池永太志、 原田由美良、一メートル六十八、血液型 A。